二ホ村は、かつて、広島県秋郡に存在した村である。1929年4月1日広島市に、編入合併して廃止された。1917年までの名称は、二ホ島村。二ホ村の村域は、今日で言う競技の、二ホよりも、はるかに広い地域を包括しており、沿江川西岸の二ホ島に位置する淵崎、本浦、大河、旦那、 キウナのご集落のみならず、対岸の堀越、向井灘両集落、及び、広島湾に浮かぶ二の島、神奈島、峠島、大河球馬島、小華球馬島、安藤島、宇品島の当初を合わせた教域がこの村の発足時に、して最大時の損域であり、一時は、日本で最大の村とされていた。いずれの島もほとんどが山地であって平地に乏しく、平地の多くは、 江戸時代以降の深海地である。村の中心である二歩島の大部分を占める山は黄金山と呼ばれ、この山を一周して、ふもとの集落を通る二歩島以来の古道は、旧道と称される。村役場は、日本島側の淵先あざ丹田に置かれた。広島の深海地発展図、現在の二歩地区を含む黄金山麓が、広島追記寺には当初であり、江戸時代の東深海。 南深海の造成によって陸続きになったことが示されている。二ホ島は、地保島、甲島、二オ島とも書き、遅くとも鎌倉紀から存在する古い地名である。原版通史によれば、その由来は、水鳥の二オとされるが、村内の二ホ姫神社に由来するという説、あるいは、同社の名称の由来となっている、二ホ姫自身が主社と深い関わりを持つ女神である。 ことから、古代においてこの地が、主者の産地すなわち、乳であったという説もある。この時期の二保島は、七山、宇品島、江場山、皿山などと同様に、文字通り、広島湾島に浮かぶ、小島所の一つであった。室町期、府中城主白石の一族により、現在の黄金山頂に築城がなされ、二保城と称された。広島湾島に位置する、 軍事的重要性から、二宝城は、秋武田市、大内市の間の争奪戦の対象となり、毛利氏が最終的にこの城を支配した。江戸期の初め、広島半領となった二保島は、河灘や二之島、金輪島、宇治那島、峠島など、近隣の当初とともに、二保島村としてまとめられた。平地に乏しく、農業に不適な地形であるため村の主要な産業は、 漁業であり、日本島側の吉木浦、淵崎浦、日ザキ浦、丹ヒ浦、大川浦、本浦に加え先日の向井灘ウ浦が、日本七浦と称され村内漁業の拠点であった。1662年、東深海及び西深海の造成により日本島が、広島城下と、ついで1671年には、堀越深海の造成によって、名だが、府中村と、 それぞれ地続きになった。本村及び淵先の住民はこの地に高地を求め、米や麦の栽培を行った。江戸中期にはのり、カの養殖が盛んになり村の重要な特産品になった。またこの時期、村民の出業は遠く、津島まで及んだ。明治以降も、日本島村の名称と教育はそのまま引き継がれたが、1884年、宇じがちっこ ウジナ深海造成の事業が開始されると、二ホ島村、特に大河の漁民は乗り、カキの養殖場が消滅するとして激しい反対、運動を展開した。しかし結局埋め立ては、計画通り行われたので大河の漁業は大きな打撃を受け、同時に広島市と地続きとなった、ウジナ島は1904年、二ホ島村から分離し、広島市に編入された。 この頃より村では1885年の第一回間約集団移民で村民900名が海外渡航したのを皮切りにハワイ、北米などへの海外移民が盛んになり移民権と称された広島県の中でも特に移民、多湿地域として知られた。また農業では国策による奨励もあって綿花栽培が盛んに行われた。1920年には 沿江川東岸側に建設された日本製功所工場への通勤の便を図るため山陽本線向き用駅が開業した。そして村内の深海地には次第に人家や工場が建設。昭和期に入ってからは漁業から商工業に転職する傾向が著しくなり、広島市への合併に至る。日本島村、日本村では大技は編成されなかったが、 多くの字は一般的には次に示す旧集落にまとめられており、1890年から94年、堀越、金奈和島を除く7集落にはそれぞれ区会が設置されていた。以下、集落の名称は、日本村市による、現存する施設、及び、ここで研究されていない、名所旧跡については関連項目の各地区の項目を参照のこと。いずれも、 無周敗三等遊便局であった。日本製功所広島工場、あざエンメイ1680番地、1917年9月、松田製作所として設立されたものを1920年11月に日本製功所が買収し、広島工場とする。合併の時点では、村域内には沿江川をまたぐ橋梁は架けられておらず、現在の日本二丁目バス停付近、及び、 ユスキ、日本四丁目バス停の中間地点付近の2カ所から、対岸の向かいように向かう都線場が存在していた。村の中心的産業は、水産業であり、とりわけ干潮時に沿行川川口に、広大な干潟が出現することを利用して、海産物の養殖が行われた。現況については、関連項目の各地区の記事を参照されたい。広島市への編入合併後、 旧二保村域はそのまま、広島市二保町となったが、1933年に二の島が分離して二の島町となり、1951年には金輪島が分離して宇品町に編入された。また、かつての二保村の代表的景観は綿畑であったが、綿花輸入の関税が撤廃されたことで、綿花栽培が衰退。この結果1930年代の二保では、 レンコンの栽培が変わって、拡大、かつての綿畑は、レンコン畑へと変化していった。1939年から43年には、沿江川河口が埋め立てられ、1960年以降は、二歩町沖合や沿江川対岸の海面の埋め立てが、開始、東洋工業など大工場が建設、海岸線が大きく変化したため漁業も衰退に、向かった。 さらに宅地化の進展によりハス畑も次第に埋め立てられ減少していった。1966年9月1日の町名変更により二歩町は以下の各町に分割され、これがほぼ現在の町の区画となっている。しかし遠行川東岸の地区ではその後も久しく、バス停の名称などで旧二歩町の名が使われたため、若干の混乱が生じたという。 その後広島市の政令指定都市以降による南区設置に伴い、旧村域全体は同区の一部になった。さらに1980年代以降の団地造成により、日本四丁目、日向町などから日本南1.2丁目の新設を経て現在に至っている。1929年の広島市への合併後、ざた丹田の旧村役場は、 広島市役所出張所として1935年まで町内の一部の事務を扱った。戦後の1947年、麻生大町に新たに広島市役所、日本出張所が設置されたが、政令市以行に伴う南区役所設置の後廃止され、跡地は日本大町集会所及び日本保育園となっている。日本七浦のうち、ゆすき。 淵先は新町名に残らず行政上の地名としては消滅したが、現在も広電バス停留所や町内会、集会所、公園などの名称として存続している。同じくバス停の名称として残っている地方もかつての日本村の字である。ありがとうございます。